元産経新聞でジャーナリストをしておられ、ただいま拓殖大学の教授である花岡先生に、そのざっくばらんなオフレコーディングの部分の話を大いにやっていただこうと思ってお願いしました。どうぞ入ってください。ありがとうございます。花岡でございます。お招きいただきまして大変貴重な機会を与えていただきありがとうございます。政権交代はあるかということで、正面から問われたら、 今現在の私の結論は残念ながらありませんと申し上げる以外にないんであります。政権交代が行われるとすれば、これは日本にとって初めての本格的な政権交代、今まで部分的な政権交代はありましたけども、この2ヶ月ぐらい前まで、の時点で予想されていた政権交代というのは、日本が初めて経験する本格的な政権交代であったはずなんですね。それが形勢が大逆転しました。麻生さんは極めてついている、これ以上ついている総理大臣はいないということが言えるかと思います。今まで日本の政権で通常国会でですね、これだけ大きな予算を3つ並べて成立させようという政権はほとんどありませんでした。これもおかしな話で、政策がぶれる、要するに方針が一定しないとかですね、それから麻生さんは毎晩のように高級なバーへ通って、お酒を飲んでいるとか、それから日本の漢字、難しい、日本は漢字というものを使いますが、日本の漢字が読めないとか、要するにその手の非常につまらない話、これで麻生さんの支持率が下がったということで、これは政治の本筋からいけばほとんど関係のないことです。で、今日本の、もう世界的にもそうでしょうが、テレビが政治の動向を決めるという時代になってますから、テレビで麻生さんはけしからんけしからんとやりますと、みんなそれを見て麻生さんに対する評判が下がるということになります。で、我々のようなというとちょっと口はばったいんですが、政治をずっと玄人の目で見てきた立場からすると、この麻生という総理大臣は意外にしたたかでたくましくて、なんて言っていいんですか、日本語で言うとケロッとしてる、要するにその手の小さなことにはこだわらない。で、むしろこれは、これまでの総理大臣に比べてもこう腹が据わってると言いますか、目先の小さな動きには右往左往しないというタイプの政治家であるってことが、よくわかるわけですね。ご存知のように吉田茂の孫です。だから DNA というのは争えないなと思うんですが、今民主党は早期解散ということを言わなくなりました。もうちょっと時間が欲しい、そうすれば民主党の支持が回復するかもしれないと、こういうことですね。で、今、大胆にと言いますか、思い切って予測すると、解散総選挙の時期は夏であろうと。もちろんそれより前の段階で、麻生さんが今やれば勝てると、今やれば自民党が勝つという判断をした場合はもっと早く解散する可能性はありますが、今自民党側の事情からしても
それから民主党側の事情からしても解散総選挙は先送りしたいということでは奇妙に両方とも思惑は一致してます。麻生さんにしてみると実はこれはもう一つの大きなリスクを背負うことになります。現在は支持率が回復しつつありまして 30% 台、まで戻してきましたけども、この勢いで支持率がどんどんまた上がっていくんならばいいんですが、民主党の方が、小沢さんが辞任して、次の人が代表になるということが起きた場合ですね、おそらく岡田克也さんだろうと思います。ですから今は麻生対小沢という構図、これがあっという間に岡田対増添と、夏を過ぎた頃ですね、そういう形に変わってしまう可能性が全くないとは言えないということになるかと思います。ですから民主党がそこそここの選挙で勝つと、いい成績を上げたという場合は社民党と共産党の協力によって勝つという構図が出てくるわけですね。だから社会主義勢力の影響力が極めて濃い政権になる可能性がある。さあ、そうしたことも全部踏まえて、この総選挙の結果、もう一つ考えられることは大連立です。で、一昨年当時の福田首相と小沢さんは大連立で一旦は合意しました。小沢さんが副総理になる、それから民主党から6人の閣僚を出す、で完璧に新しい大連立政権の形は出来上がっていたんですが、小沢さんが党に持ち帰ったら当時の民主党執行部が猛反対して結局潰れるんですが、その大連立の考え方は依然として生きてます。